坂木原良子坂木原良子は、日本の女優、声優、ナレーターである。現在はフリー。千葉県柏市出身。代表作に、ロックシンガッタイゴンドマーズ、風の谷のナウシカ、機動戦士ゼータガンダム、NNN ニュースプラス1、NNN ニュース、リアルタイムがある。1956年、東京都台東区専属にあった東京都立、台東山院で生まれる。 小学生の頃から芝居に興味を持ち、中高時代の演劇部の経験を経て、大学では演劇家を専攻する。様々な劇団を受けていた時に、声優たちが新しい事務所を設立し、その立ち上げ公演の参加者の清水麻里の夫であり、恩師でもある人物から誘いを受けて参加。事務所社長や先輩からも声優業への誘いを受けた。東方女子中学校、高等学校、 東方学園芸術短期大学園劇科卒業。1982年にロックシン合体ゴッドマーズで声優デビュー。かつてはプロダクションボーバブ東京俳優生活共同組合コンビネーションに所属していた。2021年2月16日第15回声優アワードにて高橋和恵賞を受賞。父は国家公務員。本人は自身の職業を ボイスアクターと称している。役を演じるにあたり、細かく設定や背景、癖などを踏まえて、繊細で人間味にあふれる演技を、いつも心しているという。これまで演じた役の中で一番印象的だった役として、映画、ロミオとジュリエットのジュリエット役を挙げている。これは1968年公開のイギリス映画で、映画史に残る名作映画の一つであり、ジュリエットを演じた。 英女優、オリビア発生の代表作として知られる。このオリビア発生憤するジュリエット役の日本語吹き替えを榊原が担当した。後に学生時代には全然できなかった役をどうにかできたことが一番の思い出と当時を振り返っている。またこの時の榊原が吹き替えた声と演技を音響監督の柴重春が耳にしたことがきっかけとなり、 自らが担当していた、うるせえ奴らオンリーユーや、風の谷のナウシカへ起用した。その後、以降、強い女性を演じる機会が増えていくきっかけになったと、される。初めて劇場アニメの声を担当した、スペースアドベンチャーコブラでは、母とその作品を見に行った際に、藤田敏子さんが一番、うまかった。あなたはまだまだねと言われたという。 ガンダムシリーズの主要キャラクターであるハマーンカーン役は、当時は駆け出しだったにもかかわらず、富野総監督が真横でひざまずいて、手取り足取り指導や、ダメ出しをしてくれたことが怖かったとのこと。また、劇中の、俗物というセリフが大嫌いで、言うたびに、罪の意識に苛まれたという。坂木原は、 第二次世界大戦を体験した両親から戦争の悲惨な思いを聞いて痛感しており、ハマーン・カーンを演じる際も戦いを美化しない演技にするつもりだったが、ファンからかっこよくて素敵と好評を得て複雑なものがあったと述べている。ニュース番組のナレーションも多くこなし、特にテレビ朝日系、ニュースステーションでは10年以上、メインナレーターを担当。2017年1月9日、 テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ声優総選挙3時間 SP で第17位に選ばれる趣味はプランターを使った家庭菜園、習字、料理太字はメインキャラクター担当女優映画ドラマアニメ人形劇ありがとうございます